こんにちは。こんにちは。ご紹介いただきました南村千里と申します。こちらのプロフィールにありますように、2013年、イギリスに渡米しまして、カンドゥーコカンパニーでプロのパフォーマーとして仕事を始めました。障害にあるなしに関係なくフリーランスとして仕事を始めました。これからの仕事の内容について話をします。順を追って話をしたいと思います。2012年ロンドンでオリンピック・パラリンピックが開催されました。それが決まったときに、2009年ぜひ障害者のパフォーマーも一緒にパラリンピックでパフォーマンスを、披露をしたいというふうに思いました。障害のあるプロの集団グレイアイ、それから国立ダンスアートの集団が一緒に、訓練練習を始めました。そのトレーニングのコースの中にロープ、コクーン、フープ、それから空中ブランコなどが入っておりました。私もそれに参加をしました。これがその様子です。スワイポールというものです。私は真ん中におります。聞こえないだけではなく、見えない方、肢体不自由の方、いろいろな方がチャレンジをしました。はじめはそのエアリアルを見て、障害がある人は無理なのではないかということでしたが、やってみようということになりました。そのためにトレーニングをするためのアクセス、情報保障のためのアクセスがしっかりと提供されるべきだ。それで練習を開始しました。2009年から2012年まで段階を踏んでパフォーマンスの練習をいたしました。パフォーマンス、これが公共の劇場のパフォーマンスです。いろいろな観客の方が見て、障害のある方、ないに関係なく、いろいろな人がパフォーマンスをしている、できるんだということ、いろいろな人が同じ会場で、劇場で、パフォーマンス、楽しむことができました。オリンピック・パラリンピックまでそれがずっと続けられました。それからやっとこちらになります。イギリスの方もぜひ2012年パラリンピックに向けて、ぜひ障害のある方のパフォーマンス披露をしようということになりました。いろいろな人がいます。イギリスの各地からやってきました。もともと障害のある人、戦争で障害になった人、いろいろな人がコラボレーションしています。練習の様子をお見せします。
この時パフォーマーの練習について仕事のためのアクセス だけではなくて見せるアクセスを考えました。それから音楽を使って演劇を使ってパフォーマンスを使うパントマイムを使う英語も使いますしフランス語、手話、音声の通訳、いろいろな方法のアクセスが、組み込まれました。観客の方はそれを自分で選択して見て楽しむことができます。いろいろな方法を提供するというだけではなくてお店をするということ、そのアクセスが重要になります。2つ目です。イギリスに私は住んでおりますが、ある方と出会いました。私は聞こえませんと言いますと、その方は聞こえないんですね。では何ができますかと聞かれます。日本にいるときはそのようなことは聞かれません。聞こえないということを言いますと、何ができるのかというふうに質問されるんです。障害がある、障害3つあります。身体障害、精神障害、それから五感障害、その3つ。私はその五感の障害ということになります。私の五感障害の効果補うのではなく、何ができるのかという発揮するということになります。そういう発想になります。そこに着目しています。音楽を音聞くということは私はでき、ま、体験できません。皆さんは聞こえる方は体験できます。また聞こえない人はもう体験できる方法があるはずです。何ができるかなと考えました。それでジョン・ケージの作曲家のところで、それから竹光徹さん、音楽の方いらっしゃいますね、作曲家の方がいらっしゃいます。そのような、作品などを調べました。音楽は数学と同じだというふうに思ったわけです。それで楽譜を作り始めました。ただし私は佐村豪一さんではありません。これが楽譜になります。私が作ったこの楽譜を使ってパフォーマンスをします。聞こえる聞こえない関係なくこれを見て楽しむことができます。そのようなアクセスです。アンリミテッドに参加を私もしました。私の作品です。パフォーマンス、デジタルアート、パフォーマンスとデジタルアートが一緒になったものです。ダンサーが作るこのような音をデジタルに映し出して見て体験ができるようにいたします。さらにアプリも作りました。アプリは昨日の夜公開しております。昨日の夜公開しまして、
始めたばかりなのでちょっとこちらでは映すことができません。ごめんなさい。下にあるのが楽譜、映像と一緒に見ることができます。残念なんですが英語だけなので皆さん英語が分かる方は見れば分かりますね。見てくださいね。アップルの方でダウンロードして無料です。よろしくお願いします。さらに講演内私だけができることということに着目してカナダの方から依頼がありましてカナダに行きました。鉄板のところに塩をまきまして私が動きます。そうしますとその塩が動くんですね。これを発展させて一つのパフォーマンスの作品、パフォーマーとしての作品にしたいと思っています。最後に芸術解説について、イギリスはいろいろな美術館ですとかギャラリーなどがあります。芸術の解説ですがそれは英語だけでなくフランス語やいろいろなアラビア語などでやっております。私は美術大学を卒業しているのでこちらで手話の解説、芸術解説を始めました。先ほど湯浅さんからのお話にもありましたように見てわかる障害者のアートではなく芸術を見に来ているということで、お分かりになると思います。そのような変化があります。障害者、障害を取ったアートを見てほしいなと思います。はい、これで終了したいと思います。ありがとうございました。東京国立近代美術館で学芸員をしております保坂健次郎と申します。今からですねアールブリュットあるいはアウトサイダーアートについて10分ほどお話したいと思います。今日のキーワードはですねアンリミテッドなんですけども、時間がないことと、あと僕自身の専門がビジュアルアートということもあって極めてリミテッドな話をしますんでちょっとご了承ください。近年ですねアールブリュットアウトサイダーアートというものが非常に世界的に注目されています。2013年ですねジオニという人がディレクターを務めたベネチアビエンナーレでアールブリュット作品が多数含まれて非常に大きな話題になりました。2014年コムデギャルソンですね、有名なデザイナーのブランドがアウトサイダーアートの専門誌であるですねロービジョンとコラボして DM を作って1年間やって、これも非常に大きな話題になりましたし、今はちょうどオランダのですねハーグの市立美術館でアウトサイダーアート展を開催しています。で今アールブリュットアウトサイダーアートという言葉をさらっと使っているんですけども、じゃあこれ一体どういう意味を持つ言葉なのか。アールブリュットっていうのは1945年頃にですねフランスのアーティストのジャン・デュ・ビュッフェという人が使った言葉で、日本語で訳すとですね生の芸術ですとかあるいは木の芸術というふうに訳すことができます。でアウトサイダーアートという言葉は1972年頃、こちらイギリスの美術史家のロジャー・カーディナルという人がアールブリュットの基本的には訳語として作った言葉になりますが、これは全然直訳ではありません。でここが非常に面白いところになるわけです。つまり一つのですね同じような特徴を持った作品に対してフランスは生というですね質的な概念で形容して、イギリスの方はアウトサイダーというどちらかというとこう存在論的な概念で形容しているわけです。でここではですね、片方のアールブリュットについてもう少し詳しく見たいと思うんですけども、ジャン・デュ・ビュッフェはですねそのアールブリュットの作品の特徴をいくつか挙げています。でその中でも重要なのはこの4つだと思うんですけれども、1つは芸術的な文化によって傷つけられていない人たちによって作られた作品、高く評価されていたり流行っていたりするアートの規範からではなくて己のですね自分の深みから全てを引き出している作品、あるいは純粋な芸術的操作がなされているもの、あるいは芸術家自身の衝動から作られているもの、こうしたものをですねジャン・デュ・ビュッフェはヨーロッパ中を探し集めて
探し回ってですね、作品を集めました。そうするとですね、アール・ブルットの主な作り手として以下のような人たちがいたわけです。精神疾患の患者であるとか、精神障害者であるとか、占い師、霊媒師、高齢術師、あるいはまあ一人暮らしのご老人であるとか、あるいはまあ犯罪者とか、さまざまなタイプがいるということが分かったわけです。で、ここで分かりますように、アール・ブルットイコール障害者芸術ではないんですね。ではないんですけれども、しかし作り手の大半を障害者が占めているというのは、まあ統計的には事実だというふうに言えることができる。で、もう一つですね、欧米でアール・ブルットというふうに紹介される作品の多くが精神障害者の人が作っているケースが多いんですけれども、日本の場合は知的障害者が多いということも現状としてはあります。ただそれよりもですね、面白いのは、ヨーロッパではアール・ブルット、アウトサイダーアート、どちらもですね、美術の関係者が作った概念なわけです。注目して命名したわけですね。でも日本の場合はそうではなくって、美術しかあんまりそこは注目してなくて、むしろですね、福祉の人たちがそうしたその障害者が作っているものを注目して、それに命名をしようとしていったというところが大きな違いです。つまりその日本の場合ですね、障害者が作った質的に高い作品を媒介にして、どのようにその障害者をその社会と結びつけていくかということがポイントになっていました。でそれでいくつかの概念が作られたんですけども、一番有名なのはですね、おそらく一番上に書いてあるエイブルアートというですね、奈良のタンポポの家の人たちが作った概念だと思います。でこれは障害者芸術そのものを形容している言葉というよりは、それを通してですね、ノーマライゼーションの運動をしていく、その運動体のことを指している言葉になります。で、それにちょっと近いものとして、最近ですね、一番下にあるポコラートという概念がありまして、これは東京のオルタナティブスペースのですね、アーツ千代田3331というところが使っている概念でして、これはその障害のあるなしに関わらずですね、いろんな人たちが出会って、そこで創造性を確認して、こういろんな場を作っていく、そういう運動体を指す言葉なんですね。で、それとは別にまたアール・ブルットという概念を手がかりにして活動している人たちもいます。で、実際のところ、そのアール・ブルットっていうのが、ヨーロッパでも生まれた概念でもありますから、この言葉を通して日本の障害者の芸術活動が広く伝わっていっているという現状があるかと思います。2008年にスイスのローザンヌのですね、アール・ブルットコレクションで展覧会がありまして、それ以降パリのアルサンピエール美術館であるとか、オランダ、ロンドン、またスイスといろんなところで日本のアール・ブルット展が紹介されています。で、じゃあ具体的にどういうものがあるのか少しご紹介しますと、一番今有名なのはですね、澤田真一さんという滋賀県の人だと思います。焼き物で非常にこう不思議な生き物を作る人なんですけども、彼がこの2013年のですね、ベネチアビエンナーレに企画展部門の一人として選ばれて非常に大きな話題になりました。その後もですね、イギリスのパラントハラスギャラリーというですね、ところで展覧会が行われたり、あるいは最近、アメリカの非常に有力なギャラリーがですね、彼を扱いたいというですね、オファーをしてきて、結果どうなってるかわからないんですけども、そういう大きな動きが生まれています。あるいは修司隆さん、彼はパステルを使ってですね、工具とか植物とかそういったものの静物画を描いている人、久保田陽子さん、雑誌のですね、切り抜きっていうか、雑誌に出ているモデルをですね、美しい彼女なりの美しさの表現としてこういう絵を描いていたり、あるいは鈴木まりえさん、性的なオブセッションに基づく絵を描いている人、ヘライ貴則さん、これは実はですね、日記なんですね、何月何日、温度が何度とかですね、そうしたことが書いてある彼なりのビジュアルランゲージとしての日記になります。言葉なわけですね。で、言葉を使った人としてはもう一人有名なので、斉藤雄一さんという人がいて、ドラえもんとかテレビ番組が好きなドラえもんのもという言葉をですね、こう反復して、その素密によってイメージを作っている人、藤岡祐樹さん、これはですね、こんなちっちゃな紙なんですけども、その紙を自分で塗ったり、その既存の色を使ったりするんですけども、ハサミだけでこう細かく細かく切って、非常にこうささやかなオブジェを作っている人、こういう人たちがいるわけです。で、こうしたその日本のアール・ブルットを紹介している施設が実は日本全国にですね、今作られています。例えばですね、例えばというか、その、アール・ブルットの施設に関しては、日本財団、日本ファウンデーションが福祉施設にですね、助成金を与える形でいくつか作られているんですね。もちろん福祉施設の方の持ち出しもあるんですけれども、2004年の7月に近江八幡にですね、ボーダーレスアートミュージアムノーマというものができて、それ以降高知、広島の福山、そして京都の亀岡で、最近はですね、福島県の猪苗代に始まりの美術館というものができました。これは当初の予定よりも少し遅れたんですけども、それがあって、震災で遅れたんですが、最終的には村上隆さんがオークションでですね、作ったニューデーの基金がここに投入されて、無事完成に至っているわけです。
で、まあ、日本財団のですね、その助成のスキームもありまして、街中にある町屋を改修するという形でその美術館ができています。例として左に水の木美術館、右に始まりの美術館を挙げています。でそのどちらもですね、まあ、著名な建築家が関わっているというのも非常に大きな特徴かと思います。じゃあ、まあ、既存のですね、国公立美術館はじゃあどういうふうにこのアールブルットに関わっているのかと申しますと、一つ重要な動きとして挙げられるのが滋賀の県立近代美術館です。彼らは一応ですね、今年度からアールブルット作品を収集する予定でして、2019年度までにですね、新生美術館として開館する予定です。で先日ですね、コンペティションが行われて、建築の設計はサナが行うことに決まりました。でじゃあ新生美術館というのはどういうふうな新生なのかというと、これまでの近現代美術ですね、小倉裕基さんとか、モリス・リースとか、そうした作品に加えてですね、仏教美術、神道美術であるとか、あるいはそのアール・ブリュット、こういうその3つの軸を持ってですね、美術館を再編成していこうという、そういうふうになっています。で滋賀県というのはですね、実は歴史的に言って、その福祉と芸術のコラボレーションについて、まあ、非常に先進的でして、まあ、戦後間もなくからそうしたことが行われています。で、まあ、先ほどのそのアール・ブルットのようなですね、ビジュアル系の作品以外にも、まあ、伊藤和夫記念音楽祭のようなですね、ダンスとか、まあ、音楽の、パフォーマンスに対する、まあ、こうイベントも行ったりもしているわけです。でまあ、こういうふうにいろいろアール・ブルットが、まあ、美術館でも紹介されているんですけども、今はそれ以外の場所でも、紹介されていまして、例えば東京の中野区ではですね、街角アール・ブルット展というものが開催されていて、まあ、こういうふうに、まあ、商店街のですね、上に、まあ、複製になりますけれども、アール・ブルットっていうのはこういう作品があったりですね、こういうふうな概念なんですよということを、まあ、道行く人に伝えていこうという、そういう動きがあったりする。でもう一つ面白いものがありまして、作品そのものだけではなくてですね、作品が生まれる場にも注目している活動があります。で先ほど紹介したポコラート、アーツ千代田3331ではですね、ワークショップをですね、公募しているんですね。作品だけじゃなくって、まあ、障害者の人たちをこう一緒に活動の中に入れていくワークショップを募集したりもしています。じゃあ、まあ、気になるその国の支援はどうなっているかといいますと、まあ、厚生労働省と、文化庁の方がですね、半ばこう両輪的にやっていまして、厚生労働省の方はですね、まあ、著作権についてとか、あるいは人材についてとか、そうしたところ裾野を広げていくですね、ことに対して、まあ、今年度はですね、日本の7団体に助成を与えています。で文化庁の方はですね、まあ、その裾野を広げて、まあ、作品がいろいろできてくるわけですけども、それをまあ紹介していく方をですね、展示の推進というものをやっていまして、今年度は2団体埼玉と滋賀が助成を受けて展覧会が開催される予定です。ですので今年度はですね、この2カ所において障害者の芸術作品というものを見ることができますので、ぜひご期待ください。以上ありがとうございました。はい、皆さんこんにちは。デザイナーでもあり、エンジニアでもあるんですけども、2年前から東京大学で先生をしたりもしている山中です。よろしくお願いします。今日は、ここ数年私が取り組んできました、美しい義足を作るというプロジェクトを紹介させていただきます。まあ、そのまま訳すと、デザイニングプロセスグレックスなんだとは思いますが、あえて体としてみました。で工業デザイナーとしてはさまざまな工業製品をデザインしてきました。その中には皆さんが知ってるものもあるかもしれませんし、それからロボットや人の形をしたものもさまざまデザインしてきました。こういうものをデザインしてきて、まあずっとプロのデザイナーとして仕事してたんですけども、関心があるのはいつも人と、物との関わりだったんですね。で、まあ、人と物との関わりっていうので見たときに、実は、パラリンピックっていうのがとても興味深いものに思えたというのがこのことのきっかけでした。でこれはロンドンのパラリンピックですね。何度もこうロンドンの活動は紹介されているので、皆さんもよくご存知かもしれませんし、これに行ったことがある方もいらっしゃるかもしれません。僕も実際この場にいました。でこれは自分で撮った写真です。で8万人入るスタジアムが本当に満員になって、こう障害者の人たちが、パフォーマンスするのをみんなが楽しんでいるというのがとても印象的なイベントでした。
で、私自身が、実際に、この、デザイン、あの義足をデザインするということに関心を持ったのはその4年前の2008年になります。まあ、あの北京パラリンピックであ の映像で、オスカー・ピストリウスっていう人の走るのを見て、まあ、こんなにも人と人工物がこう一体になって機能している姿で、それがなぜか美しく見えるっていう状況、 それがそのにとても興味を惹かれて、新しい何かが見えそうな気がすると思い、障害者の方の練習会などを見に行くようになりました。で、まあ、そこで、まあ、こういうパフォーマンスをする人たち、こういう、こう本当に走れるようになる人たちがこうどんな問題を抱えてて、こうなるまでにどれほど努力が必要かっていうことも知るわけなんですけど、一方で、まあ、義足っていうものがあまりにもデザインされてないということにもようやく気がつきます。で、これは一般的なこう義足なんですけども、まあ、こういうタイプの義足になったのは、第一次世界大戦で、さまざまな、人が障害を負うようになってからです。で、たくさんの義足を量産しなきゃいけないっていうふうになった時に、まあ、それまでの義足っていうのは、一つ一つ義肢装具士さんって言われる人が、一人一人のために作っていたんですけれども、この時からですね、量産された部品を組み合わせて義足を作るようになります。アルミのパーツであるとか金属のパーツであるとか、そのパイプであるとか、そういうものを、うまく組み合わせて一人一人の体に合うようにするわけです。まあ、こうすることによって義足は、一人一人の体にフィットする量産品になりました。ですが、そこで失ったものがあります。それはスタイリングなんですね。で、一般的には工業デザインっていう仕事は、一つの形をデザインするとそれがみんな同じに使えるっていうことをベースに成り立っています。一つ一つのものをデザインするっていうのはそう簡単にできない。それはオートクチュールの世界になってしまって大変高価なものになってしまう。だから、義足の場合は残念ながらほとんどデザインされていないと言えると思います。これが、まあ、特にですね、義足っていうのは辞書的な定義を見ると、辞書で見ると、身体的にも外観も、失った体を補完するものというふうに、定義されています。つまり見た目も元通りにしたいという願望がとても強いんですね。で、実際には、残念ながら本物そっくりの義足っていうのは、非常にパフォーマンスが低いです。で、一方で走ろうとするとこういうふうに、大変マシン、機械前とした本物の足とは似ても似つかないものが使われます。で、この状況の中でその思いついたことは、これ自体を人の体に似せるっていうことを諦めて、むしろそれを、積極的に、この人の体、まあ、未来は多分そうなんだと思います。そのロボティクスがすごく発達して、スターウォーズの ルークのようになくなったってはずの手があるで、ちょっとこう開いてみると機械だった、それは未来はあると思うんです。でも今は多分、機械として美しく作ること、人工物として本当に優れたものにすること を行うべきなんじゃないか、人の体に戻す似せることを諦めるというよりも放棄して、違う道を選ぶべきなんじゃないか、そういうふうに思ったんですね。で、最初に作ったモデルがこれでした。義足自体をともかく洗練された工業製品として作るっていうことを目指しました。これは誰にも履けません。実はモックアップであって、人々を説得するためだけに使いました。これを作って、義肢装具士の人たちを説得したり、それから、その選手たちにこういうものがあったらいいと思いませんかっていう話をしたり、メーカーと話をしたりしました。で、そういうことをしているうちにだんだんこう、理解してくれる人たちができてきて、メーカーと一緒に、厚生労働省のお金を得てこういう製品を作っています。例えばこれは、初心者のための、膝より上で切断した人、大腿義足っていうんですけども、切断した人のための、スポーツ用義足です。それからこれはまだモックアップ段階で製品にはなっていないのですが、まあ、これは非常に分かりやすくその我々がやろうとしていることを伝えていると思うんですけど、本物の足には似せない、でも本物の足と調和する
そういうマシンを、そういう人工物を作ろうとしているんです。つまり、で形の上では指もないし肌色でもありません。でも、ボディのラインだけは、踏襲しているんですね。ラインだけは似せている。そうすることによって、人の体と調和する、人工物っていうのを目指しています。そういうものをいくつか、これは自転車用の、競技用の義足だったりします。いくつか作っている中で、高桑早紀さんっていうアスリートに出会いました。出会った時はまだ高校生だったですね。で、2008年の頃の高校生だった高桑早紀さんです。で、これが2012年に我々が作った、開発に4年かかったんですけども、最初は重くて使えないとかいろんなことを言われながらですね、だんだん使えるものになってきて、ようやく4年経って彼女が練習で試合に投入できるようなものになりました。で、随分こう義足もかっこよくなってるんですけども、彼女自身もアスリートとしてすごく成長していてですね、この間に日本代表のトッププレーヤーになります。で、彼女は2013年のシーズンはこれでシーズンを過ごしました。フランスの国際大会、イタリアの国際大会で入賞していますし、日本の大会では優勝しています。で、2013年のここの時点までのプロジェクトの詳細はこんな本にまとめました。それがこういろんな人に読んでもらって、少しこう義足をデザインするっていうことが知られるようになってきたと思っています。先週まで、日曜日までやっていた展覧会の様子です。この7年間やってきた、その後東京大学に入って、東京大学でもこの、プロジェクトを続けるんですけども、やってきたさまざまな、義足を一堂に会して展示しました。で、その中に、高桑早紀さんのための新しいモデルもあります。フルカーボン、すべてをカーボンで作って、実はこれはF1 の自動車のパーツ、レーシングカーの自動車のパーツを作っている会社の RDS さんっていう会社に作ってもらった、本当に軽くて高性能な、ドライカーボンと、ジュラルミンでできた義足ですね。で、まだ実は、走行テストが終わっていないので、本当に立っている姿が見せられるだけなんですけども、こんなものも作っています。それから、もっと体に寄り添うっていうことを最新の技術でやってみたら、そのさらに一歩進められると思って続けて始めたプロジェクトがあります。それはアディティブマニファチュリング、 3D プリンターで義足を作ろうとしているプロジェクトです。で、3D プリンターっていうのは何にでも使えそうで、案外何にも使えないものとされているんですけども、非常に複雑な構造を作ることができます。で、デジタルと非常に相性が良くて、一人一人のためにものを作ることができます。それで作ってみたものの試作品がこちらです。新しい義足をデザイナーが義足をデザインすることっていうのはどういうことかっていうと、最初に申しましたように、こう一つのものをデザインして大量に売れば、みんなが安く手に入ります。で、デザイナーもみんなから少しずつお金を儲けることでビジネスになります。でも一人一人のためのものを全部一人がデザインしていると全くペイしないわけですね。で、それはオートクチュールと同じ話になってしまう。だからデザインがなされないんですね。そこで我々はコンピューターのアシストを使って、優れたデザインを、全て の義足を必要とする人たちに届けることを目指しています。優れたデザインを、渡すっていうことがどういう意味を持っているのかっていうことについて、いろんなことを考えながら乗り越えながらやってきたんですけども、それは製造技術の限界を超えることでもあるし、マイノリティっていう人たちに我々が何デザインをどういうふうにもたらすかっていう実験でもあるんですけれども、高桑早紀さんが一つこう教えてくれました。
で、先ほどちょっとお見せしたこうピンクとシルバーの義足、彼女がそれを、練習会で人々と一緒に使うようになった時で、彼女は健常者の陸上競技部にいて、そこで練習をしていたんですけども、一つだけすごく変わったことがあります。これ使うようになって、それは、みんな友達が義足について話してくれるようになったことだっていうんです、ね、で、それまで彼女は彼らと一緒に練習しながら、義足の着脱もするし、目の前で、義足で乗せ、その走ってもいるんだけども、誰一人として義足のことには触れない。で、いろんなこうバカ話もするし、練習の話もするんだけど、誰も、見えないかのように義足のことは話さないっていう状況だったそうです。それがあのシルバーとピンクの義足になった途端に、それってどうやって足につけてるのとか、重く、本当の足よりは軽いのかなとか、そんなことを自然に聞くようになりました。ということを報告してくれました。これが僕が目指してきたことなんだなと思いました。つまり、よくデザインされたものは、それが、人々の心を開くんですね。で、そこにある壁が取り除かれます。で、人々が普通のものとしてその義足という、特別だったものを受け入れるようになりました。多分私が目指しているのはこういうことだと思います。私のプレゼンテーションは以上です。忘れそうなんでメモをするだけでパソコン持ってきてるわけで、別になんかプレゼンがあるわけじゃないんですけども、田目生と申します。多分コロナ禍だと僕が一番まあ場違いというか、どういう役割でいるのかわからないです。まあ、一つパラリンピアンと今一緒にトレーニングをしているので、まあ、そういう彼らと一緒に過ごした、それから気づいたことの観点から話をすることが一番いいのかなというふうに思っていますが、いつも手話の方が僕が来ている時に必ず、試してみることあるんですけど、ウサイン・ボルトっていう、ウサインボルトっていうとこうやってやる方と、違う方がいらっしゃって、はい、すいません、それだけです、ごめんなさい。はい、僕は今日は少し短めにプレゼンテーションするべきかなと、セッションでいろんな話をするのは楽しみなんですが、皆さんに今日は一緒に考えたいなと思うことは、僕は障害とは何かっていうことをすごくパラリンピアの選手たちと一緒にいながら、考えているわけですね。で、彼らが義足を履いているときにですね、ボールがこう転がってきたことがありまして、今見ていただいたように山中選手の義足っていうのは少しこうカーブをしているんですが、そのボールが飛んできたものをそのカーブの分だけ避けてですね、ボールを通り過ぎたことがあったんですね。これ頭の中で、ボディイメージとかって言ったりするんですけど、頭の中の自分の体のイメージっていうのがそういうふうに出来上がっているわけなんですが、で、その義足を随分長く履いてきた選手なんかは、その義足で少しコンコンと物に当てただけで、その物の形が分かるわけですね。まるで私たちが足で、靴で何かを触って、これ硬いか柔らかいかが分かるようになんですけれども、で、もう一つ拡大解釈をしまして、じゃあ例えば優れたドライバーの方が車で運転してて、タイヤで何かを踏んだのが彼ら分かるんですね、感触として。で、そういうこともあってと。で、実際に人間の人体の範囲っていうのは一体本当はどの程度なんだろうかということがあるわけですね。で、皆さんご存知かわからないですけど、昔ドクタースランプアラレちゃんというのがあったんですけども、実はそれはテレビ放映をですね、躊躇したという話をテレビ局の方に、教えていただきました。それなぜ躊躇したかというとですね、眼鏡をかけた主人公が初めて出る番組だったそうで、それは、弱視の方、目が少し悪い方への差別を助長するんじゃないかということで、ドクタースランプアラレちゃんというのは放送すべきじゃないんじゃないかという配慮があったそうなんですけれども、ご存知の通り皆さん今、かけている方で、もちろん動画入っている方もいるんでしょうけども、ファッションでかけている方もいると思うんですけれども、そういうことになっていて、で、私はいつもこの障害パラリンピックの世界に入っていて感じるのは力みなんですね。
何か障害者に対しては助けなければならないという社会の側の力み、それからパラリンピックの選手が走っていて、もうパラリンピックの世界、競技の世界になってて、先ほど山中先生おっしゃったように高桑早紀さんも世界で何番までいけるかって勝負をしている選手に対して、義足で走って偉いねという視点が社会の側にあるんですね。私たちアスリートからすると世界ランキングでどこまで行ってるかどうかが全てで、別に走ったからいいか悪いかっていうのはない世界なんですけども、そういう視点もありますし、社会の側が何かこうパラリンピアンを扱うときにですね、アスリートとして扱えない何かがあるように僕はすごく感じています。いつも必ず家族の話が出てきて、選手のストーリーがあって、で番組が終わって、で一番大事な選手のテクニックのところは何なんですかっていうのは番組にいつも出てこないと。でこういうものがすごく僕はアスリートとして、同じ彼らとアスリートとして感じると違和感を感じています。で教育の世界でもこの間伺って面白かったのは、活字をかなり中心にして日本の教育、海外は分からないですけど日本の教育は進んでいますが、やっぱり活字を読むことが苦手な子どもたちっていうのがいるわけですね。で彼らがまあ、それが勉強ができないということで、違う学校でまあ勉強しましょうということになった時に、そこでじゃあ全部聞いてやりましょうということをやったときに、急に成績が上がりまして大学に入ってしまったと、まあそういう違うテストの大学なんですけども入ってしまったということがあるんですが、この場合、字を読んで学ぶということの確かに能力は彼にはないかもしれないですけど、聞くと十分わかるわけですね。じゃあこれは一体彼の障害、彼にとっての問題なのか、それともテストのやり方にとっての問題なのかという、一体どっち側の問題なんだろうということがあるかなというふうに思います。で、パラリンピアンたちといつも一緒にいていると、これは果たして彼らの側の問題なんだろうか、それとも社会の側の問題なんだろうかということを考えるんですけれども、当然、何が問題かというのは非常にどちらから解決すればいいかというアプローチの問題なんですが、これは非常に難しいんですけれども、ただあまりにも社会の方が確率的にこういう人を標準としてそれに対して適用した非常に効率の良い町をもし作ってしまっていたとしたら、その分がパラリンピアにとっては非常に生活しにくい町になっていて、余白があればあるほど彼らは生活がしやすいということで、一体どういうふうな社会を私たちが作ると一番いいのかということを考えることがあります。で彼らと話をしていて、僕がいつも感じるのは気づきをもらうことなんですね。初めてパラリンピックの選手の合宿に行った時に、全盲の方が短距離を走っていたんですけども、彼女に何かアドバイスをしてくれとコーチに言われたんで、ちょっと傾く癖があった選手なんで、まっすぐ走りましょうと、で力が横に逃げているように見えるのでまっすぐに走った方がいいよというふうに言った時に、彼女に言われたのは、分かりました、まっすぐってどっちですかというふうに言われたわけですね。で僕はハッとしまして、説明できませんでした。一体何に対してどっちがまっすぐなのかということを僕は分かっていなかったという気づきを得たことがあります。それから今は私は片足義足の選手たちとトレーニングをしているんですが、人間が走るっていうのは体重が上から落ちてきて、それをですね、自分の足がこうバネのようにエネルギーを貯めまして、その反発によって前に進んでいくわけですね。で彼らはそれを、私たちはアキレス腱や腓腹筋というのでやるんですけれども、パラリンピアンたちはそれ義足でやっていくんですけれども、その義足をうまく使うためにどういう走り方をした方がいいかっていうのを今解析をしていくと、どうも上半身を激しく使った方がいいというのが分かってきてるんですね。下半身はそんなに激しく動かないで、上半身をもうちょっと大きくして手で振って潰すようにすると義足が潰れるので、このエネルギーが反発になって前に進みやすくなると。でそういうふうに解析をしていった時に、いや待てよと、これはでも健常者の世界でも同じことが言えるんじゃないかというふうに思って調べましたところ、100メートルの記録は9秒、カール・ルイスの時代で86、今9秒58になっていますが、実は上半身の筋量というのがアップしてきているんですね。でこういうふうにリバースイノベーションというか、パラリンピックの世界で分かった技術の方向性というのがオリンピックに還元されるということも今後は十分あるというふうに思っています。
で、私はパラリンピックの選手たちといつも話しながら、2020年にぜひ彼らをヒーローにしたいなというふうに思っていますけれども、これ一番大切なポイントというのは、スポーツの世界は今パラリンピックの選手たちに一体何ができるかということを考えるわけですね。彼らの環境はどうだろうか、彼らのトレーニングのできる場所はどうだろうかということを考えているんですけども、でも本質的にパラリンピックの選手たちが最も人生で大事なものを試合から得たりスポーツから得るというのは彼らが影響を与えることなんですね。で、僕らがいつも話しているのはパラリンピアンが社会に対して一体どんな価値を提供できるかを追求しようと。で、そのこと自体が、僕らのチームがあることの意味になるし、それが、僕らがこれからスポーツ選手もいつか引退しますから、でも引退していった後、私たちの自信になって最も大きな力になるんじゃないかというふうに思っています。そういう意味で今日いろんなプレゼンテーションを聞きまして、この障害を持った方が社会に対して提供している価値、インパクトというのがいろんな形で今作られているというのを知りまして、でこういうものがもっと社会に増えていって気づきを社会に与えていくということが、本質的にはその僕はパラリンピックの世界ですけれども、パラリンピアンたちの勇気になって、自信になっていくのかなというふうに考えています。ということで、この後、いろんなセッションでお話できるのを楽しみにしています。どうもありがとうございました。